こんにちは、下川梨沙です。いよいよツーリングシーズン到来ですね。どこに行こうか何をしようか考えられているライダーさんも多いのではないでしょうか。そんな皆さんのツーリングをより快適に過ごしてくれる串谷の新作ウェア、今回3点ご紹介をしていきたいと思います。まず一つ目、こちらのアメニタジャケットです。例えばバイクから降りて持ち運ぶ時だったりとか、キャンプや登山などのアウトドア、日常的にも使えるこうライディングウェアがあったらいいなって思いませんか。それを実現しているのがこのジャケットなんです。とにかくものすごい軽いんですよ、本当に。でも軽いから薄いからといって安全性が損なわれているのかといったらそうではないんですね。しっかりとプロテクター、ご自身の好みに合わせてハードなもの、ソフトなものを選んでお選びいただけます。また胸部にプロテクターをつけることもできますし、生地には防水、防風となっているので突然の雨にも対応することができます。でこちらフードがついているものなので、例えばキャンプの時にちょっと雨が降ってきちゃったなと思ったらちょっとかぶっていただいたりとか。さらに進化したポイントといえば、空気を取り入れるエアーインテーク、それがなんとこちら開けていただいてもう一箇所かけるところがあるんですね。こちらに変えていただくと、見てください、全面がエアーインテークになるんです。がっつり風を体で感じることができます。さらに後ろにはエアーダクトもちゃんとついているので、中に入った風っていうものを外に出すっていうこともできますね。キャンプツーリングとかちゃんとタウユースもしやすい、一着になっています。でさらにもう一つ、今度はがっつりちょっと走ることを集中したいよ、だけど暑い時期も、涼しさを感じたいよという方におすすめの一着なのがこちらです。エアーコンテンドジャケットです。これ全体メッシュ生地のジャケットになるんですが、転倒時などに強度が必要な箇所っていうのはしっかりと生地を強度のあるものに変えています。肘とか脇あたり、よく動かすところは少しストレッチ性のある生地になっています。またバタつきを防止するためのタブ、はい、こういったところ、お腹の部分だったり、腰回り、それから腕のところにもこういったものがついているので、しっかりとバタつきを抑えて疲れも軽減されますし、体にフィットさせてよりスタイルもよく見える一着になっています。さらに今回、今までの串谷にはない雰囲気の、日常使いしやすいジャケットっていうのが出てきたんですね。それがこちら、アーカナリブブルゾンです。これね、よく見ると生地にものすごいこだわってるんですね。よく見るとこう柄になっていたりだとか、あとは胸元にこういう革を使っていたりだとか、ポケットがついていて、手元や腰回り、また首回りは動きやすいようにこういった素材、伸びる素材を使っています。ですごいファッション性が高いもので、普段着てても違和感がないジャケットですよね。さらに肘、また背中、胸元にプロテクターを入れることができるので、普段からちょっと羽織りたいな、おしゃれに羽織りたいなっていう方にもおすすめの一着になっています。ご紹介したジャケットに合わせるライディングパンツっていうのも串谷ものすごいこだわっています。でこのデニムっていうのは、デニム発祥の地、岡山県の児島に依頼をして作っているんですが、通常は既存の生地を使って生産するのが一般的なところ、串谷の場合はその生地を作る糸からオーダーをして、作っているんですね。なのでライダーのための安全性、さらに履き心地の良さっていうのを実現しているんです。なのでそういったデニムパンツや、ジャケットなど、全国の串谷の店舗に実際に行って着ていただいて、その着心地の良さ、ご自身に合うアイテムを見つけてみてください。